単独ツアーはもちろんそのネタだとかもさ、いい悪いもちろんあったんですけども、うん、単独 V あるじゃないですか、ブリッジ V、うんうんうん、でブリッジ V で今回藤田家、私藤田って言うんですけども、きょんの家に、ちょっと西村をおもてなしみたいな V を撮ったんですよ。やっぱね、俺親父ってこんな面白いんだと思っちゃったんだよね。本当に思ったでしょ。いや、本当に本当にお前の親父さんは本当放送禁止用語よマジでマジで本当にめちゃめちゃボケて、本当に好きな芸人は誰ですかっていうのに対しても、ネルソンズかなって普通に言ったりとか、でめちゃめちゃその会場の笑い取ってたんですよ。でめちゃめちゃブリッジ V がうちの親父のおかげで、結構なんかもう受けてて、いい感じだったのよ。受けましたね。で単独のエンディングでも今回の、ね、単独ツアー全部終わりましたけれども、今回の MVP は親父ですかねみたいな感じで、お客さんもなんか納得みたいな感じで拍手とかいただいて、で最後単独終わって終わりましたって言って、関係者結構挨拶しに来るじゃん。普通だったら、面白かったです、もうまたぜひ来年も来たいですってのが普通なんだけど、でうちの親父俺に何て言ったと思う？あ、親父さんが、親父が俺に向かって、お疲れじゃない。普通はそうじゃない、普通は絶対に息子がこんな満席にして頑張ったんだから、お疲れ、面白かったよ、たまには実家に遊び来いよみたいな感じで言ってくれるかなと思ったら、もう親父がその自分の VTR 見て会場が起きてるから、もうめちゃくちゃ上がっちゃって、ギャラ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 はギャラギャラみたいな感じでめちゃめちゃ言ってきて、最初に一言言う感じじゃないからみたいなこと言ってたのよ。でうちの親父も結構VTR めちゃめちゃ出て受け取ったから、お父さんに10人ぐらいの出待ちがあったらしいの。写真撮ってくださいっていううちの親父にですよ。はあ。出待ちがブワーってなったらしくて、でサインとかもないから、とりあえず直しって書いといたみたいな感じで、藤田直しって言うんだけど、キョンパパとかじゃないんだ。キョンパパ、誰いよいよ誰や直しって。いや、わかんないけど、もうバーってできて、で単独お疲れって LINE 来て、で出待ちめちゃめちゃされたわ、出待ちされるってのはこんなに嬉しいことだし、本当に楽しいことなんだな、だからお前は7年目で1年目と比べたら、ちょっと出待ち対応っていう部分で劣ってる部分があるかもしれない。怠けてる部分がね、怠けてる部分があるかもしれない、だから一人一人のお客さんに対してしっかり真摯に向き合いなさい、PS サイン考えといた方がいいかなってきた調子乗んなよマジで調子乗んなよ。おい直し